ゆうちょ銀行秋田店は、秋田県秋田市中通り2丁目にある、ゆうちょ銀行の直営店。かつては、秋田貯金事務センターであった。2021年現在、全国で2カ所しかない、ゆうちょ銀行単独拠点である。なお、近隣の郵便局店舗は、秋田駅前郵便局、秋田駅、トピコ郵便局となる。当店は、ゆうちょ銀行単独店舗ではあるが、 友人窓口の取扱い時間が特に長いわけではない。ATM コーナーは窓口フロア内に設置されているため窓口営業時間外は外にある遊貯銀行秋田店前出張所 ATM を利用する形となる。太平洋戦争の激化に伴い空襲から東京貯金支局が保管していた温急原簿を守る目的で1945年7月に 秋田市女子実業学校内に、秋田貯金支局として開局。秋田市牛島国民学校に分室を設け、温給給与支給事務及び、郵便振替貯金講座所管庁として開始した。1945年10月、温給給与支給事務は、東京貯金支局に移管。山形貯金支局から、秋田県記号の郵便貯金及び証券保管事務を、 遺憾されると伴いに、貯金化と証券化を設置した。翌年の1946年1月、秋田市川尻町や雑草舎前にあった旧東北住、工業株式会社合宿所を買い取り、局舎を移転。1957年2月に、旧秋田市立久保田中学校跡地の一角に、新局舎を建設し、移転した。 1983年時点、2002年時点、2006年時点、ありがとうございます。